さてと、計画書もまとめたし、出してくるか。あ、ロジーさん、終わりましたか？悪いんですけど、ちょっとこれ手伝ってもらえませんか？ああ、別にいいぞ。って、どうするかな。計画書もさっさと出してきたいけど、ソウルさんの確認もあるし。失礼します。あ、ルシルちゃん、どうしたの？調査報告のお仕事が片付いたので、こっちを手伝うように言われてきたんですけど。そうか、ちょうどいいな。ちょっとお使いを頼みたいんだけど、大丈夫か？はい、何でしょうか？悪いけど、これをソウルさんに渡してきてもらえないか。手が離せないんだ。あ、私の書類もマリオさんに持って行ってもらっていいかな？机の上にあるから。大丈夫ですよ、わかりました。じゃあ行ってきますね。悪いな、よろしく頼む。どうも、ロジーさん。先日お願いした計画書を受け取りに来たんですが。それだったらルシルが私に言ったはずですよ。来てませんか？ああ、確かにその子は来ましたけど、お願いしていたやつとは違うものを渡されまして。調査内容のまとめのようでしたが、あれはマリオンさんが管理するものでは？どうしてそれがソウルさんのところにあるんですか？戻りました。なあルシル、俺が頼んだやつがソウルさんに届いてないみたいなんだけど。え、さっきちゃんと渡しましたよ。もしかして私がマリオさんに渡すように頼んだのと間違えたんじゃ？え、じゃあ今マリオさんに渡したのって、確認してきます。やれやれ、私も一緒に行きましょう。そこで取り替えた方が早いですからね。こういうミスは重大な損失を起こすこともあります。今後は渡す前に確認をするように。すみません、気をつけます。まあ、よくあるミスだよな。ルシルちゃん、大丈夫かな？私も何か間違えてないか確認しないと。